どうもこんにちは、イワスターステイブンです。今日はそう12月31日大晦日というわけで、ようやくね待ちに待ったあれが出る日ですよ。もう皆さん分かってるんじゃないかな。というわけで今回紹介するのはこちら、とんかつ DJ 揚げ太郎。違うね、はいすいません、冗談はさておきこちらです。ジャンプ流ボリューム25、丸ごと荒木裕彦先生のやつです。ようやくボリューム25まで来ましたね。これね、本当は最初ジャンプ流のボリューム1が出た頃には確かだけど、来年2017年、年明けてから出る予定だったんですけど、なんか前倒しになったみたいで今年最後の日に出たらしいです。というわけでね、もう今回はジョジョで締めくくろうと思います。僕ちなみにこの僕の動画も今年で最後なんでね、あの後半にまた挨拶はするんでね。はい、というわけでね、こちらの方見ていきましょうか。もう表紙はね、前面に今やってるね第8部の主人公東方丈介で、その隣にセーター、あったかそうなセーター着てますね。こちらも字は違うけど東方丈介、こっちは第4部ですね。最近までアニメやってた方の丈介丈介っていう並びになってるんですね。おっと、裏の方はこれです。なんか可動フィギュアなのかな、ミニシモっていうキラヨシカゲと、あとこれキラークイーンのなんか可愛いデフォルメされたフィギュアですね。あーすごい小さいシアハート、いやでも膝ぐらいまであるな、なんかまあ小さめのシアハートアタックまでついてるんですね。はい、じゃあちょっと中身の方をね見せれる程度で、はい、中身まずはこちら、荒木裕彦先生の秘伝ガイド。先生また若返ったんじゃないですかこれで。2つ目は模写用の原稿用紙がついてるってやつですね。まあもったいなくてこんなのなぞれないですよね。で3つ目はねミニ複製原画ですね。今回はなんか2枚ついてるみたいですね。普段だったらミニ複製原画と、あとなんかカラーイラストが書き下ろしとかで、まあ、1枚入ってたりするんですけど、今回カラーイラストの方は入ってないみたいで複製原画が2枚ってなってるみたいです。複製原画見てみましょうか。よいしょ、おおいやーいいなー。一枚はね丈介と小さくこれはホリーさんかな多分ね、なんか首のところに H って書いてあるし、いや単行本よりでかいからなんか細かいところまで見れていいですね。はい、こちらが1枚目で、次はこれです。おー、丈介とノリスケさんですね。2人の会話のシーンだ。いやこれがもしね荒木先生の生原稿だったら、今僕の顔ヘブンズドア状態になっててもおかしくないぐらいですよ。でこっち3枚目が模写用の原稿ですね。もう水色で結構見にくいですね。主人的には第8部の八木山四通線ですかね。ソフト&ベッドでとどめを刺すぐらいのところかな。でおお、これちゃんとここタイトルのところに、多分荒木裕彦先生の字でしょうね、ジョジョリオンって入れてるんですよ。でこっちにノンブルページのところにもちゃんと30ページとちゃんとこういうの書いてるんだ。いやでもね、荒木裕彦先生の絵柄ってすっごい、まあ他の漫画家の人たちもそうなんですけど、特にね異彩を放ってるぐらい独特な絵柄してるんで、いい意味であんまり参考にならないんですよねこれ。であとはよっ、これですね、冊子、箱のよりも結構色が濃くなってますね。この中にはねこの荒木裕彦先生の、まあ、デビューまでのルーツとかって、そういうねありがたいものが書いてるはずです。裏はねだいぶ後半のイギーのカラーイラストが書いてあります。であとまたねこれだけじゃなくて、これと、おーいいなこれ、はい DVD が入ってるんですよ。これは確かジャンプコミックの表紙の第3部のね、丈太郎とディオのあれですよね、超かっこいいやつじゃん。で毎回入ってる DVD、よいしょ、これですよ。この中の目玉 DVD、 荒木先生のね仕事場が見れたり、そのジョジョリオンを作画してるところの作業風景なんかも見れちゃうんですよね。で表紙はね歴代のジョジョ主人公が全員揃ってるんですよね。ジョナサン、ジョセフ、丈太郎、丈介、ジョルノ、でジョリン、ジョニーと大集合ですよ。こっちの25の横に書いてある意義はなんか初期のやつですね。はい、で裏の方はさっき言った通りジョジョリオンが完成するまでと、あと創作の現場から、まあ多分おまけで、あ背景、建物の描き方、なんだったら僕こういうのが一番欲しかったんですけどね、一番最後に持ってきてくれましたね。でここにはロハンのカラーイラストが書いてあると、あとまあ紹介するのはこんなところですかね。というわけで今回はこちらジャンプ流丸ごと荒木裕彦先生のやつを紹介してきました。そしてさっき言った通りね、この動画をもって僕の今年の動画は最後となります。ちょっと今年はね割と動画内だったり動画外だったりいろいろあったんですよね。今年はねなんと僕のチャンネルの登録者数が5500人を超えたんですよね。初めて3、4年経つんですけど、なんか
こう僕のチャンネルのね登録者数の伸び方がこの一気にロケットがバーンっていく感じじゃなくて、この空港とかにあるねエスカレーターに2、3度、3、4度くらい角度をつけたエレベーターでこうやってスーってかなり地道に上がってる感じなんで、まあこれからもねそんな感じで細々とやっていこうと思います。ちょっと仕上げの予定は、まあ毎回ねやってるんですけど、福袋動画なんかを出そうと思ってます。ジョジョの福袋が多分今年もないと思うんですよね。あのフィギュア系の一番くじがなかったんで、多分そんなに出ないんじゃないかなと思うんで、まあいろいろねゲームの福袋、僕福袋が大好きなんで、ちょっとまたねそちらのゲームの方の福袋なんかを紹介していきたいと思います。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。来年も動画よろしくお願いします。それではまた。